ドジャース12ジャイアンツ日本、時間15日サンフランシスコ、ドジャース大谷翔平投手が放ったオラクルパークでの特大球に、ジャイアンツの地元放送局も驚くばかりだった。14日日本時間15日の試合で12号ソロを放つと、なんて一撃だと頭を抱え、レジェンドの名前を引き合いに出した。実際の映像果てしなく飛んでいく確信球。大谷翔平の136メートル特大12号。大谷は4回無視の第2打席、右腕ウィンの初球の甘く入ったスライダーを完璧に捉えて右中間の最深部まで運んだ。打球速度 113.4 マイル、約 182.5 キロ、飛距離446フィート、約 135.9 メートルの特大球だった。ジャイアンツの地元放送局 NBC スポーツベイエリアの実況を務めるジョン・ミラー氏は、なんて一撃だ。バリー・ボンズを思わせる打撃でしたと、ジャイアンツの主砲として長年活躍した左打者でもあるバリー・ボンズ氏の名前を出した。解説のマイク・クルーコウ氏も、彼がボールをうまく捉えた時の音が違います。ボンズによく似ていますねと、ライバル球団の主砲にも賛辞を惜しまなかった。